それではすみません、皆様の説明の方をちょっと進めさせていただきたいと思います。入ってください。機器のご説明始めさせていただきます。情報機器のご説明、運行状況でしたり各機器の状態監視といったものをこちらのモニターの機器で、はい、表示することが可能になっております。そして今マックス表示になっております。口を下げますとこのようにメーターが消える形になっております。運転手が急変などでコクッとなってしまいますとメーターの開始が始まり、3秒でアテンション、5秒でワーミングといった形で異常を検知いたします。こちらのように3画面一体の構成にすることによりまして、1つが広告表示、2つが連動、2画面を連動して行き先表示を行うことが可能になっております。2画面連動して表示を行うことで、このように日本語と韓国語、英語といったように、操作しているのがモーターと呼ばれるものになっております。こちらで駆動力を生み出して電車を実際に走らせることが可能になっています。こちらモーターですね、冷却方式が大まかにあって2つございます。ありがとうございます。こちら現在でご説明したのが高速、ハイスピードして高速を